はい、皆さんこんにちは。今回はですね、じゃじゃーん、こちらを買ってきました。ドラゴンフルーツです。自分は人生で一回もドラゴンフルーツを食べたことがないんですよね。でそれでなんか白と、自分が買ったのは白なんですけど、なんか赤もあったみたいで、それすらも自分分かってなかったんですよ。だからちょっと今回は本当にいろいろと、まあ、YouTube なりいろんなので勉強して、まあ切り方といい食べ方といいちょっと勉強してみたので、それをちょっと招いて食べてみたいと思います。正直ドキドキとワクワクが止まりません。まずどんな味がするかっていうのもちょっと気になりますし、やっぱね、その調理をしたことがないので、どんな感じなのかなって、すぐこういうなんか、まずこう形もすごいですし、このなんかなんていうかな、こう切るときにどういう風に切ったらいいのかなとか、なんかすごいですよね本当に。なんでこんなね身がなるのかなって思います。正直自分には本当想像できません。でも白だけじゃなくて、ちょっと次赤も気になるので、今度ね赤も買ってみたいと思います。ではね、ちょっと切ってきます。はい、でやっと切ってきました。切り方はね、結構そのドラゴンフルーツ普通にパカって割れたんですよ。でそのこういう、なんていうかな、こういう感じでちょっとしてきました。この外側の中身をこうスプーンでくり抜いて、それをちょっと切って、こんな感じでおしゃれっぽくしたくて、こうやってやってみました。ちょっとね、切り方めちゃくちゃ下手ですけど、こんな感じです。ではね、早速ちょっと食べてみたいと思います。正直どんな味がするのかわかんないです。でもなんか種がね、めちゃくちゃいっぱいあるなと思います。なんかこのまま食べれるみたいなので、ちょっといただきます。でも味結構薄いですね。なんかキウイフルーツをこう色白くしたバージョンで、もう味をめちゃくちゃ薄くしたみたいな感じがします。なんかサラダとか入れて食べるのいいかもですね。このままでも美味しいんですけど、なんか味がほぼほぼないみたいな、水が薄くなったバージョンみたいな、よくわかんないですよ。こんな味がするんですね。ほんとドラゴンフルーツ食べたことなかったので、めちゃくちゃ嬉しいです、食べれて。なんかその先ほども白と赤があるって言ったんですけど、なんか白の方がどうなんだろう、こう味がこんな感じでなくて、なんか赤は味がめちゃくちゃ、なんていうか甘いんかな、なんか甘い方が好きな方はいいみたいに言われてたので、自分はちょっと甘党なので、ちょっと今度ね、赤も挑戦してみたいと思います。まあ、今回は初めてドラゴンフルーツ買ってみましたけど、まあなんか初めて食べて、で初めてね、買ってみましたけど、初めて食べて、でもなんか不思議な味やなって思いました。ぜひね、皆さんもドラゴンフルーツ食べたことがあるよって方や、調理とかも全然わからないので、もしわかる方がいらっしゃれば教えてくださると嬉しいです。ってことで、ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。またねー。